どうも、こんにちは。弁当です。今回はイオン化傾向についてやっていきたいと思います。え、まず語呂合わせについて、えー、やっていきましょう。理系かな。理系かな。理系かな。まあ、当てにすんな。当てにすんな。で、これ、な、丸して、鉛って書いておきますね。まあ、当てにすんな。で、次が、ひ、どすぎる、しゃ、あ、借金ですね。ひどすぎる借金。 ひどすぎる借金。ひどすぎる借金と。理系かなまあ、当てにすんな。ひどすぎる借金。ということで、えー、これを元に金属元素を、えー、書いていきます、えー。ポイントとしては、金属元素を並べているという点が、えー、大事になります。まあ、金属元素と書いておきます。金属元素を並べるのがポイントになります。えー、ということで、えーまあ、黒で書きましょうか。理系かな理系かな 理系かなまあ、あてにすんな。まあ、あ、てに、すんな。PB <coughs> っていうのはな、なまりです。で、まあ、あてにの、この3文字目のあについては、アえんなんですね。アえのあを取っていて、アえは ZN と表記します。これですね。で、ひどすぎる借金。ひ、ど、 すぎる、借金と。で、ここでね、突っ込んでほしいんですよ。金属原子じゃないじゃないかと。いうことです。水素ってやつですね。水素分子を書いてしまったら、もう何でもないわけですよ。で、なので一応これはカッコとしておきます。で、今、金属原子って書いたんですけども、もう一つ捉え方があって、将来、陽イオンになるもの。 陽イオンになるものが並んでいるとも解釈できます。で、むしろこっちの方が正確なんですね。だって金属原子を並べてるっていうと、水素を並んでる時点でこれ嘘になっちゃいますから。陽イオンになるものが並んでいると考えた方がこれは正確です。なので今、イオン化傾向って言ってるんですけれども、このイオン化傾向っていうネーミングをあえて変えるのであれば、陽イオン化傾向なんですね。陽イオン化。 傾向と名前をつけてもいいでしょう。はい。で、じゃあ、このイオン化傾向、まあ、僕が、僕流で言うと、陽イオン化傾向なんですけど、この陽イオン化傾向、イオン化傾向の見方について説明します。見方としては、左側の方が、イオンになりやすい。左に行けば行くほどイオンになりやすい。もっと正確に言うと、陽イオンになりやすい。で、右側に行けば行くほど、イオンに、 なりにくいと。え、こういう反応こういう見方なんですね。だから、イオンのなりやすさランキング、もう一回ね、イオンのなりやすさランキングで言うと、このリチウムが第1位なんですよ。リチウムが一番イオンになりやすいんですね。で、イオンのなりやすさで言うと、この金がもうビリなんですよ。イオンに一番ならないから。え、これがイオン化傾向ってやつです。で、もっと言い方変えると、例えば、これカルシウム。 カルシウム3番目、3位です。3番目にイオンになりやすい。えー、正確に言うと、ヨーイオンになりやすいので、こういう反応が起きやすいんですよ。こういう反応が起きやすい。簡単に言うとね。で、逆に言うと、例えばこれ AG。これビリ3位です。ワースト3位です。なので、AG が、例えば、 AG プラスになるっていう反応は、起きにくい反応なんですね。だから、イオンになりやすい、なりにくいっていうのがパッとつかめない人は、この反応が起きやすいか起きにくいかということで考えてください、ね。だから言い換えると、オレンジで今から書いていきます。反応が、起きやすい、のが左側で、右側の方が反応が、起きにくいと。 反応っていうと、えー、幅が広すぎるので、どんな反応なのかっていうと、原子からイオンっていう、この反応なんですね。原子からイオンっていう、この反応が起きやすいか否かっていう話になります。で、ちなみに、 これ、化学反応式のように書いていますが、正確に書くと、えー、こういう書き方が、えー、正確なんですけれども、今回説明の都合上、この辺は気にせず、とにかく、原子がイオンになるんだ、原子がイオンになるんだ、っていうところだけ追っかけていただければいいと思います。まあ、深く、えー、考えないでください。とにかく左側がイオンになりやすい。言い方変えると反応を起きやすいで。右側に行けば行くほどイオンになりにくい。陽イオンになりにくい。えー、もっと平たく言うと反応が起きにくいということになります。以上です。